どうもお疲れ様です。ババログです。今回の動画は私たち大人女性にぴったりのブランドバンヤードストームとのコラボ動画になります。前半にもうこれ持ってたら毎日着るものに困らないというおすすめアイテム6点のご紹介をしてから、後半は15日間の着回しコーデルックブックとなっております。そしてなんと今回はこの動画をご覧になった視聴者様限定で、今から8月4日までで4日間お得なクーポンを発行していただいてます。この機会にご存知だった方も初めましての方もぜひ最後までご覧になってご利用ください。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、バンヤードストームとはスポーティー、ヘルシー、イージーの3つのキーワードをベースに、思わず毎日手にしたくなるような快適で機能的なアイテムを中心に、頑張りすぎる現代の女性に向けて頑張りすぎないニューベーシックスタイルを提案しているブランドです。サイトを見てシンプルで合わせやすそうと思って、すぐ実際にお店に見に行ったら、落ち着いたデザイン、手の出しやすいお値段、素材感など私自身もドハマりしてしまって、このジャケットを買ってしまいました。通常は皆さんショップクルーズやプレスルームでの撮影をして紹介をされていますが、緊張するしちょっと苦手だったのでどうしようか悩んだんですけども、いつも通りババログのスタイルを生かせるお気に入りの小物といろいろ組み合わせても OK という許可をいただいたので、ショールームからサンプルをお借りしてババログのホームでいつも通り紹介していこうと思います。まずはおすすめのアイテム紹介からスタートです。まず一番のおすすめで、撮影後すぐに買いに行ってしまったダブルクロスジョガーパンツ、13,200円。ここ最近で一番気に入ってしまった美脚見え間違いなしの紙パンツです。これは私が紹介しなくてもバンヤードストームでは何度も再販を繰り返している誰もがおすすめするジョガーパンツなのですが、このダブルクロスシリーズはテロンとした落ち感があるサラッとした上品な素材で、シワもほとんどできず、色も豊富で他のアイテムも充実していて、季節に合わせていろんなセットアップのバリエーションが楽しめる大人女性には着るだけでおしゃれ間違いなしのシリーズになっています。そしてありがたいのが洗濯機で洗えることです。何度も洗っていますがすぐ乾くし、伸びたり縮んだりもしないので、正直なところ毎日着れます。このジョガーパンツの一番の推しは裾の前のスリットです。足首が締まっているだけのジョガーパンツはカジュアル感が強くなりますが、このスリットがあることで足長とスタイルアップ効果を発揮してくれるだけでなく、きれいめな女性らしさも印象付けてくれます。また地味にいい仕事をしているのが、紐の先にゴールドの四角い金具がついているところです。スウェットの紐付きのパンツって、洗濯した時に紐の先が中に入っちゃった時取り出すのにすんごい苦労するんですが、絶対に中に入るものかと強い意志を感じられるこのエンド金具、もう正直買わない理由が見つからないパンツになっています。2つ目はこちらのソフトウエストワイドデニム、14,300円。デニムにうるさい私ですが、このインディゴの色が抜群に好きなウルーで、裾に向かって広がる感じが、これもかなり足長に見せてくれるデザインになっているのでおすすめです。ワイドパンツっていろいろありますが、このデニムのようにお腹周りがすっきりピタッとしているものを選ぶと、全体的にバランスが取りやすくスタイルがよく見えるのでおすすめです。そうは言ってもピタッとしたのはしんどいからと、お腹周りにゆとりのあるデニムを選んでしまうと、デニムの場合生地が厚い分全体的に下半身にボリュームが出すぎてしまって、余計大きく見えて、相当スタイルの良い人じゃないと足も短く見えるし、ちょっと難しいです。でもお腹周りがきついのはちょっとという、そんなあなたのためのデニムがこちらのソフトウエストワイドデニム。前から見ると普通のデニムなのに、なんと後ろ部分がゴムになっているというチートデニム。ウエストだけでなくデニム自体にもストレッチが入っているので、全体的に動きやすいですし、こういう機能的なデニムはどこかチープな印象なものが多かったんですが、デニム大好きな私がおすすめできる色形になっているので、楽に履けるデニムを探している方には自信を持っておすすめできるデニムになっています。そしてトップスでおすすめなのが、一番最初に紹介したダブルクロスジョガーパンツとセットアップになるダブルクロスノースリープルオーバー、11,000円です。もうこのセットアップは私の今年の夏の制服決定です。アクセサリーやバッグ、靴など小物を買えるだけでいろんな着回しができるので、絶対に揃えておいた方がいいセットアップです。単品でもお尻がすっぽり隠れて、横のラウンドの上下の段違いのスリットが普通のタンクトップとは違った抜け感を出してくれるポイントになっています。さっきのワイドデニムとの相性もいいし、結構どんなボトムでも合わせやすい万能のタンクトップになっています。
セットアップで揃えたいけど腕を出すのはちょっとという方におすすめなのがこちらのドルマンダブルクロス 13,200 円。袖はたっぷりゆとりのある七分袖で、裾の方は前はまっすぐのカットで、後ろはお尻がすっぽり隠れる長さのラウンドカットになっています。体のラインを拾わないにもかかわらず落ち感のある素材なので、すっきり着痩せする安心できるトップスになっています。袖口はリブになっているので、託し上げてこなれ感を簡単に出すこともできるので、1枚で冬以外ほぼオールシーズン使えるデザインだと思います。もう一つワイドパンツでおすすめなのが、8月下旬に発売予定のタックワイドパンツ 16,500 円です。ソフトワイドデニムと違って2タック入りのワイドパンツですが、太すぎないシルエットで素材のとろみ感によりかっこいいけど女性らしい印象のワイドパンツになっています。テロンとした落ち感のある素材なので、パンツなのに歩いてる時のスカートのようなドレープ感が女性らしさを印象付けて、ハンサムウーマンっていう感じで、ストレッチもかなり効いていて、こちらも後ろはゴム仕様、シワにもなりにくい素材で、お仕事をされてる方にはかなりおすすめしたい一品です。ただパンツのみの単品でジャケットとのセットアップがなかったのが、最近ジャケットにハマってるのでちょっと残念でした。そしてジャケットにハマってる私がおすすめの単品のジャケットがこちらのボクシーテーラードジャケット 38,000 円。程よい抜け感のあるコットンツイルで、少しオーバーサイズで一見カジュアルな感じですが、ポリエステルの糸が使用されているので表面がツルッとしていて絶妙な光沢があります。色はブラックとベージュですが、ベージュの方が軽く玉虫がかった光沢感があって、綺麗にカジュアルといった印象を与えてくれます。背抜きにはなっていますが、袖には裏地がついていてまだ暑いので、ジャケットを着たいときは袖のボタンをすべて外して、袖を折り曲げてざっくりと着崩して着るのがおすすめです。それでは紹介したおすすめ商品を使った着回しコーデを紹介していきます。私は163センチ55キロで、サイズはすべて M サイズを着用しておりますので、参考にしてみてください。1コーデ目は、私がもう間違いないとセットアップで購入したダブルクロスシリーズのジョガーパンツとノースリーブのタンクトップ。とにかく軽くて楽ちん、かっこよくてスタイルもよく見えるという間違いなしのセットアップ。ジョガーパンツといえばスウェット上下スタイルを私はよくしますが、スウェット上下はちょっとカジュアルすぎるという方にはぴったりのジョガーパンツになっています。もう気に入りすぎて黒をもうワンセット買うつもりにしています。同じくダブルクロスシリーズのドルマンスリーブのセットアップ。ダブルクロスシリーズはジレやスカートなど他にもいろんなアイテムがあって、セットアップのバリエーションも豊富なので、自分に合ったセットアップをこの機会に見つけてみてください。ドルマンスリーブのセットアップを着ても、ソックスインをしてスニーカーを履いてキャップをかぶると、アウトドアに行く時などそういうカジュアルなスタイルとしても使えます。もちろん単品でも使えるジョガーパンツ、手持ちのユニクロの UT とカーディガンを合わせても高見えしてくれます。T シャツだけではちょっと物足りないので、私はいつもカーディガンを無造作に肩掛けするようにしています。それだけでちょっとこなれ感が出るので、カーディガンは着るものではなく掛けるものとして持っています。私は結構寸胴でトップスを全部インするとスタイルが悪く見えてしまうので、いつも前を少しだけインして後ろは全部出すスタイルにしています。流行りだからといって似合わないことを無理にしてしまわなくていいと思っているので、どんだけ流行っても未だにカーディガンのたすきがけルックはなんか変だと思って認めていません。ダブルクロスのタンクトップはお尻がすっぽり隠れる長さなのに、裾のラウンドカットのデザインとサイドのスリットのおかげでお尻を隠してます感が全く出ず、本当にバランスのいい万能のタンクトップだと思います。
お尻を隠したい場合はスーツカットはかなり重要になってくると思うので、買う時のポイントとして参考にしてみてください。ダブルクロスのドルマンスリーブもデニムとの相性はバッチリです。ただ着るだけだとおばさんっぽくなってしまうので、前は少しインして袖をたくし上げてカッコつけて着るのがポイントです。前半では紹介していませんでしたが、こちらのトップスのタンクトップもバンヤードストームのものです。色は3色展開でシンプルで使いやすいタンクトップになっています。首や脇が詰まっていてサイズ感にこだわったデザインになっています。白はちょっと透けますが、夏は1枚で着てもいいですし、 T シャツやスウェットのインナーとしてレイアウトとしても使えるタンクトップになっているので、1枚あると便利だと思います。がっつりカジュアルなこのコーデも上下バンヤードストームのものです。このギャザーワイドパンツはウエストが全部ゴムでかなりワイドなので通気性も良くてすっごい楽です。バンヤードストームはロゴ T シャツなども豊富で、綺麗めからカジュアルまで揃っているので、いろんなスタイルが楽しめるブランドになっています。単品のボクシーテーラードジャケットはきれいめなパンツよりデニムと合わせるのが間違いないです。このソフトウエストワイドデニムもホワイトとブラックがあるので、ジャケットのブラック、ベージュどちらの色と合わせてもこのジャケットとの組み合わせはバッチリだと思います。秋色のタックワイドパンツですが、裏がついていないので8月下旬の入荷からでも十分使えます。まだ暑い日はタンクトップとカーディガン合わせてコーディネートをして、徐々にトップスも秋仕様に変えていくと着回しの幅も広がるので、これも持っておくと便利なきれいめなパンツになっていると思います。以上、バンヤードストームのおすすめ商品紹介と15日間着回しルックブックの紹介でした。最初にもお伝えしましたが、今回この動画をご覧になった視聴者様限定で、今から8月4日までの4日間、1万5000円以上お買い上げの方は1000円割引になるクーポンを発行していただいています。 .st の公式ウェブストアでは今からクーポンはお使いいただけますが、全国のデパートなどにも入っているバンヤードストームの店舗でも、明日8月2日からババロゴを見たで同様の割引を受けることができます。しっかり試着をして買いたいという方は落ち着いた店舗で、スタッフさんも親切なので、お近くに店舗のある方はぜひこの機会に足をお運びください。概要欄にクーポンの詳細や今回紹介したアイテムがわかるリンクを載せておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。私も早速2つ目のダブルクロスのセットアップを購入する予定にしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。